神奈川区にあるスポーツ選手のパフォーマンスアップに特化した専門整体院、体コンディショニング室です。今日も動画をご覧になっていただきありがとうございます。今日もね、チューブを使ったトレーニングを紹介していきたいんですけども、今日はちょっと太ももに通すので、このセラバンドではなくてちょっと太めのね、チューブを使ってやっていきます。でもお尻を、強化ですね、お尻を強化して体幹がぶれずに、同じ姿勢をキープし続けることができる、トレーニングをしていこうと思います。まずね、横向きですね。この状態で肘をついてちょっと頭を上げます、ね、こういう姿勢を作ります。で、若干ちょっと下上げときます。で、この姿勢で、まあ、あんまり無理すると腰とかね、ちょっと背中痛めたりとかするので、まあ、しんどかったらもうつけた状態でもいいん でちょっとまあ上げて、で、このまま腰に手当てて、で、これを上げます。はい。これキープです。息を吐いて、息を吐いて、息を吐いて、息を吐いて。で、反対も。やってあります。こういう状態ですね。はい、息を吐いて、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 吐いて。で、まあ、10回を1セットを1日、まあ、トータル3セットめどにやってほしいんですけど、右と左をやって、やりにくいなと思う方、上げにくいなと思う方、バランス崩れてるな、崩れるなって思う方が、の側が、弱い方の体幹なんで、これ、まあ、目安にして、まあ、これも含めて、ちょっとやりにくい方を集中的に、右やったら右、左やったら左、やってあげる一つの、まあ、指標にもなるので、まあ、その辺意識してね、ちょっと、やってみてください。で、またね、こういう、筋肉どんどんつけていくと、ね、飛距離もどんどん上がるし、ゴルフとかだったらね、野球とかでも、球速上がったりするので、まあ、普段何か競技の中で悩んでることとかあればね、いつでもいいので、下に URL 貼ってますんでね、ご相談ください。はい、では今日はこれで終わってきます。失礼します。